モデルプレスイコール2024年1月3日、ハイハイジェッツ美少年、七面侍、少年忍者らが出演する帝国劇場2024年新春公演、アクト1、読み、アクト1、が1日より東京、帝国劇場にて開幕。4グループの個性あふれるショーのほか、新春公演では定番の楽曲やグループを超えた交流も。ここでは、 このほど行われたゲネプロの様子をお届けする。記事内ネタバレあり、写真、ハイハイジェッツ美少年、七面侍、少年忍者ら純白衣装姿がまぶしすぎる。ハイハイジェッツ美少年、七面侍、少年忍者ら集結、アクトワン、2025年に建て替えのための休館を予定している同劇場。記念ラインナップの第一弾公演として、 27日まで全36公演を行われる。演出はオールキャスト、スーパーバイザーには近畿キ,キッズの道本光一が就任。ハイハイジェッツ美少年、七面侍、少年忍者の4グループが中心となって自らで構成。演出を担い、今、ファンに伝えたい気持ちを一幕構成の約120分間ノンストップで届ける。 劇場に入るときらびやかな装飾が施されたステージが目を引く。劇場内ではファンにとっては耳馴染みのある各グループの楽曲が BGM として流れ、非日常空間が広がり、開演までの間にもより期待が高まる。HiHiJets ハイハイ、美少年、七面侍、少年忍者らカラフル衣装で勢ぞろい幕が上がると、金銀の装飾が施され白いマント風衣装が映える HiHiJets ハイハイ。 ブルーのきらめく衣装の美少年、鮮やかな黄色い衣装の七面侍、夏の記憶が蘇る赤い衣装に身を包んだ少年忍者が勢ぞろい。ステージ上の階段に整列し、一気に新春公演らしい華やかな空間に。彼らのまっすぐと前を見据える希望に満ち溢れた表情がみずみずしく、38人でアクト1を歌い上げたハーモニーは圧巻だった。同作は、 メインとなる4グループがそれぞれをライバル視し、対立しているという設定。一人一人が他のメンバー、グループを見返すためグループごとにショーを繰り広げるという構成だ。ハイハイジェッツ5人でのフライングで新境地を開くトップバッターを務めるのは、年々勢いが加速しているハイハイジェッツ鮮やかなグリーンが目を引く衣装に着替え、 ステージ後方から真っ赤なクラシックカーのフロートに乗り、ボウーオーストアップ。を熱唱ミラーボールやスモークのド派手な演出で観客を引き込む。彼らのステージのテーマは、常に自由であること。正しく、彼らの武器の一つであるローラースケートでステージを縦横無尽に駆け回る。さらに、おしゃべり好きな彼ららしい MC コーナーも。高橋優斗、だかは正式には、 はしごだか、が、今からフリーダムコーナーをやります。と高らかに宣言すると、ジュニアたちも集まり、フリートークや特技披露が始まった。高橋から佐久間竜とへの無茶振りも炸裂。まんざらでもない様子で無茶振りに応えた佐久間だったが、会場の失笑に思わず苦笑いする場面もあり、メンバーからも、さすがにフリーダムすぎるわ、とツッコミが飛んだ。その後、 雰囲気が一変し彼らのライブなどでもたびたび披露しているインスティンクトでローラースケート×太鼓パフォーマンス。力強く息の合った演目で魅了する。加えて彼らの新しい一面が見えたのはコンプレットハイハイジェッツ。バラード調の楽曲に合わせ高橋、橋本亮猪狩聡也がしっとりと歌い上げる工法で井上水木、佐久間が二人で絶妙なバランスを持ちフライング。 続く、ハイハイジェッツ。でもソロパートで歌声を響かせ、全員でフライング。市場を駆け回るだけではなく、空間をも自由に司り、5人が大切にしているという、自由、フリーダムなエンターテイメントを届ける、ことを体現してみせた。7面侍、ラップダンスバンド、多彩さアピールバンドスタイルを武器としている7面ンン侍が2番目に登場。男らしさ、 「いつでもどんな時でも荒々しくワイルドに生きる」をテーマにラップダンスバンドと同一グループとは思えない変化を見せるショーを繰り広げ衣装はメンバーの中村玲也が担当したステージ中央にそびえ立つ塔のようなセットの上で覚醒器を使ったラップ調の楽曲「B4N4N4」の披露で勢いづけ夏のライブでも披露しセクシーゾーンの菊池風磨プロデュースでも話題となった「ホットナイト。 のダンスパフォーマンスでワイルドさ全開に。バンドスタイルとしては、アコースティックギターの音色が心地よい、アクトワンの弾き語りアレンジや新曲、カオスキラー、オリジナル楽曲、シャウトを感情たっぷりに歌い、演奏を奏でた。6人の熱い思いがステージ上でぶつかり合い、劇場のボルテージは上昇。セブンメンサムライの代名詞とも言えるバンド編成だけではなく、 これまで培ってきた歌唱力や表現力を存分にアピールする空間を作り上げていた。美少年、豪華絢爛なパフォーマンスで輝く3番目に登場したのは美少年。ステージ上には、ステンドグラスをあしらったセットが登場し、ビューティフルラブを歌唱。中央には6人の肖像画が描かれ、洋館風のセットを自由に動き回りながらパフォーマンスした。その後、 メンバーカラーを基調とした和風のきらびやかな衣装に着替えた6人。藤井直樹はしなやかなダンス、金指一世は得意とするラップ、佐藤龍我は持ち前のスタイルの良さを生かしダイナミックなフライング、浮所日高は布を手に華やかに舞うフライングを堂々と披露した。年、佐藤、金指少年忍者、内村聡太。 深田流星が自ら作詞したというバラード楽曲をロマンチックな雰囲気で4人のハーモニーを響かせた。さらに、HiHiJets 井上、美少年、岩崎大将、咲和正式には、立崎七面侍、中村、佐々木大光、少年忍者、折山によるダンスと歌声、モニターに映し出されたイラストなどを見事にマッチさせたパフォーマンス。HiHiJets 橋本と少年忍者、鈴木友人はエレキギター、 セブンメン侍のスダリンネはサックス、ヤバナレイはドラム、少年忍者、青木康平はピアノとトランペット、稲葉道春はベースをそれぞれ演奏するなど異色のコラボレーションも実現させた。他にも、ジュニアたちが各グループのショーの合間に登場し、新曲、スタートを披露し、盛り上げる場面やお揃いの衣装を着用しフレッシュなステージも繰り広げられた。約120分間の作品の最後には、 全員が真っ白なスーツに身を包み、冒頭と同様、アクトワンを熱唱し、楽曲に込められたメッセージを精一杯届けた。一幕を通してこれからの未来を担う彼らの今しか出せない輝きを届けた出演者たち。高橋は本公演の最後に、先週楽まで怪我などなく乗り越えたいと思います。と力強く宣言し、笑顔を見せると、他の出演者たちにも笑顔が広がり、 達成感に満ち溢れた雰囲気に劇場が包まれ、多幸感が広がった。手探りの状態から全員で作り上げたかけがえのない時間、経験は将来の活動への自信につながることだろう。エネルギッシュなパフォーマンスを繰り広げ、全身全霊で挑むまっすぐな姿勢や眼差しや流れる汗からは彼らの並々ならぬ努力や熱い思いがひしひしと伝わってきた。 どうか彼の未来が少しでも明るくあることを願うとともに、ハイハイジェッツ、美少年、七面侍、少年忍者をはじめとしたジュニアの今後の成長と進化からますます目が離せない。モデルプレス編集部。